学校法人、根津育英会武蔵学園は、日本の学校法人。自ら略して、武蔵学園と自称することもあるが、学校法人武蔵学園という名称の法人は、他に複数ある。東武鉄道の社長を務め、公衆財閥総帥としても知られる、実業家、初代、根津一郎の寄付により創立され、現在は、武蔵大学及び、武蔵高等学校、 武蔵中学校を経営する団体である。1909年8月、米国実業会の招聘による、都米実業団に参加した、実業家の根塚一郎は、ロックフェラーなど合衆国の著名財界人が資材を投じて、公共事業に尽力している実態に触れ、育英事業への志を深くするに至った。帰国後、根津は同じく実業家として、信仰のあった、 宮島聖二郎、正田定一郎らに、この計画を相談し、さらに、本間の利ただ、平田東介、市木,木徳郎、岡田洋平、山川健二郎、北条時吉らと共に、事業の中核として設立されるべき学校の構想について協議が重ねられ、旧正中学と旧正高校を合わせ持つ旧正7年生、高等学校が適当であるとの結論に至った。 そして1921年7月には、根津の寄付した約360万円相当の土地、株式、現金を資産に、学校の経営母体として、根津自身を理事長とする財団法人、根津育英会の設立が申請され、9月に設立認可を受けた。設立当初の育英会の理事、評議員となったのは、先日の宮島、正田、本間、平田、市木。 岡田、山川、北条の他根付吉、佐々木義三郎である。財閥総帥の個人的な資金拠出によって、私立学校が設立されるというニュースは、一世一代の大奮発として大きく報じられ、当時の社会を驚かせた。同年末には、育英会が設立を申請していた、武蔵高等学校の設立認可が下り、翌1922年4月、 日本初の私立7年生の旧制高校として開校した。同校は7年一貫教育を掲げる独特の教育方針で知られ、多数の東京帝国大学進学者を出した。根津は創立者として、育英会、武蔵高校に膨大な寄付を行いその事業を支えたが、彼の死後、戦後初期には、東池袋にあった約12,600坪の 所有地の売却や有価証券の減価などにより、育英会の財政基盤は弱体化した。同時期の学生改革に際しては、育英会顧問を務めていた、天野定優、安倍義成、和辻哲郎らが、宮本は基地部高校長と共に、東京連合大学を協立する構想が出された。これは、同じ私立旧性高等学校であった政形、政情。 学習院と共に4校で緩やかなカレッジ連合を形成するというものであったが、4校の間で調整が進まず、結局実現は見なかった。その後、旧正武蔵高校の教授会から、単独での新生大学設立の主張がなされると、育英会は宮島政治郎理事を中心に、財政難を理由に、旧正武蔵高校を新生高校。 中学に改変することを主張して対立した。しかし結局のところ両者は妥協し、1948年から1949年にかけて、新生の武蔵中学校、武蔵高等学校及び武蔵大学が発足し、また、育英会自体も1951年、私立学校法に基づく学校法人へと改変された。なお、武蔵大学発足に際し、 文理学部ではなく経済学部一学部での発足という形になったのは、育英会の移行を考慮したことによるものであった。申請移行後しばらくの間、旧制以来の経緯もあって、武蔵大と武蔵高、中和、教学、事務などの組織が混然一体となっており、大学学長が同時に高校、中学の校長を兼任することが戦後長く続いていたが、 1975年に、至って大学の学長職と、高校、中学の校長職を分離し、これらを統括する役職として、学園長が設置される改革がなされ、長田健次郎が、初大学園長に就任した。2013年には、学校法人、根津育英会武蔵学園への解消がなされている。一期以下は、当時の教育会の重鎮。 第一人者とされる人物であった。武蔵大学学長、武蔵高等学校、中学校校長以下、兼任気のみの在任期間を示す。武蔵学園学園長、ありがとうございます。